これは、中学校1年生の、子供のウォーミングアップダイナミックムーブメントコントロールの、様子なんですけれども、前の腕と足がバラバラになってしまうとパフォーマンスは出ない。はい、スポーツ部部長のテラです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日もトレーニングに関する情報をお伝えしていきます。今回は子どもたちや選手たちがダイナミックムーブメントコントロールを行っている様子を解説を加えながら、どういう意図で行っているのか、こんな動きありますよということを紹介しながら皆さんにお伝えしたいと思います。では実際に解説やっていきます。さあ行くぞ。はい、まず、ダイナミックムーブメントコントロールの意図なんですけれども、自分の体を大きく動かしましょうという形で、選手にエクササイズの一つとして、トレーニングの一つとしてもう行っています。まず最初この動きを見てもらいたいんですけれども、まずは上から肩周りから動かすようにしています。腕は付け根から動かせという形で、大きく動きなさいよという形で、これは、中学校1年生の、子どものウォーミングアップダイナミックムーブメントコントロールの様子なんですけれども、移動をしながらランニングしながら肩甲骨を動かせ、ランニングをしながら腕を動かせ、そしてスキップをしながら、いろんな動きを行っています。大きく付け根からいろんな関節を使って、上上半身の肩周りの動きになります。はい、前向きでランニング動作であったりスキップで行うことによって、腕と足を同時に動かさなくちゃいけないので、非常にコントロール能力が求められます。ですので私はダイナミックムーブメントコントロールという言葉を使わせてもらってるんですけども、前向きでやったら、次の動画は今度は横向きですね、サイドステップをしながら腕を回しています。背面で行うことによって、肩甲骨周りがたくさん動いたり、腕をダイナミックに動かす、あらゆる方向に動かすことで、いろんな方向に動く関節が肩関節ですので、肩甲骨鎖骨を含んで胸郭周りも含めながら、いろんな動きを出している動画になります。これも中学生の選手が行っている風景になります。肩周りの動きが出てきたら、今度は体幹ツイストという言い方をするんですけれども、体をねじる運動になるんですが、実際は胸郭周りの胸周りからのツイストであったり、股関節という足の付け根からのツイスト動作であったりと、この2つがツイストのねじりの運動の元になっていると思うんですけれども、ここでは少しちょっとリアクションという形で、私が合図を送ったらそのツイスト動作を出してくださいねっていう形で、これも中学生や小学生に対するトレーニングの風景なんですけれども、こういう形でシグナルを出したらツイストしてね、両足同時で動かす場合のツイストであったり、片足でのツイストであったり、またまた空中でのツイストであったりという形で、ちょっと動き方を変えるだけでコントロールすることが難しくなりますので、コントロールすることを前提に、もっとこういうふうにして、もっと上手に行ってということを声掛けをしながら行っている風景になります。非常に難しいですが、やっぱり子どもたちはこういうふうな体を多彩に動かす能力が高いので、大人だからアスリートだからできるということではなく、子どもたちからどんどんこういうふうな動きがやっていくと、とてもいい身体能力を上げるトレーニングの一つとしても使えると思います。パン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 
はい、体幹周りのツイストが終わったら次は股関節の動きになります。股関節は足の付け根ですね、またになります。そこを動かすためにニーアップ、もしくはトゥーアップという形で膝を伸ばした状態、前方向であったり斜め方向だったり横方向であったりっていうのを、まあ、パーソナルトレーニング1対1でトレーニングを行える状況ですので、ここまで上げてくださいねという形で、やってる風景になります。もっと高くってなったら私の手がどんどん高くなってきますし、早く出せば早く選手は動いてくれるので、非常にトレーニングの中身としてはパーソナルトレーニングとして非常にいい、大きな運動を導き出すというテクニックにもつながると思いますので、その風景がこちらになりますね。全方向に動いています。はい、この2つ目の、2人目の選手の股関節周りなんですけど、あえて片足支持で足を上げることによってボディバランス、自分の重心位置がどこにあるのか、あとは腹筋や腸腰筋という筋肉を使って自分のこの重たい足を、持ち上げたり動かしたりしなくちゃいけないので、非常に体の連動性といいますか、自分の体をコントロールするとき、この重たい脚を動かすという感覚にはすごくなってくると思います。足を動かすことができれば移動であったり走る、飛ぶ、もしくはフットワーク、細かい移動も含めてこの足を動かすということはすごく大事になってきますので、その付け根の股関節の動きをどんどん導き出していく、ダイナミックムーブメントコントロールの一つの大きなポイント、キーワードとなる股関節と言ってもいいぐらいの重要なところになります。なのでいろんな形で股関節周りに対してのアプローチをしています。シグナルを入れたり大きな動きを出して、もしくは足をスイングして、その形がこの動画になりますので、見てみてください。次は横への移動しながらこう足を前に出す、いわゆるランジと言われているような動作でツイスト動作を行っている風景になるんですけれども、体のねじりというのは股関節の付け根の、ねじりもありますので、あえて左に移動しながら足を前についた時にこの股関節の付け根でツイスト動作を出しましょうというのがこのドリルになります。前についた瞬間にしっかりと股関節の内旋動作、実際は内側に絞ってるんですけど、上体をひねることによって股関節の動きに対するアプローチをしている、そういうドリルになります。はい、一通り腕回り、肩回り、そこから胸郭回りと言われている胸回りの運動から、ツイスト動作、そして股関節の多彩な動きをどん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 移動の中でリズムの中で動かしていって、気温も上がり、ウォーミングアップとしては非常にレベルの高い、体が身体能力を上げる流れになっていると思うんですけれども、そこからは最後はやっぱり全身運動ですね、手足をダイナミックに動かしながら速さの追求であったり大きさの追求であったり、アクセント、瞬間的な力発揮の追求であったりという形で、スライドステップの中でダイナミックワン、スライドステップの中で反応を出しながらというふうなのがこのドリルになります。子どもたちの動きですけれども、非常にダイナミックに大きな動きができていると思います。こうやって見てもらうと分かるように四肢協調性というんですけど、手と足のバランスが崩れてしまうと、腕と足がバラバラになってしまうとパフォーマンスは出ない。なので大きく動こうが速く動こうが、あらゆる方向に腕をいろんな方向に動かそうが、足とのタイミング、手と足の連動性が崩れない中で動いていく、ダイナミックな動きイコール手と足を同時に上手に動かす、そのコントロールする能力が非常に求められるので、全身の筋を上げて関節を使ってきたら最後はダイナミックムーブメント、大きな連動性を全身で出していくと、そんな形のドリルになります。非常に崩れやすいところのギリギリラインを攻めながら、私が言葉や手技でシグナルを送りながら誘導している動きになりますね。ここまで来るともう全力運動が可能な、技術練習や
メイントレーニングに十分入れる、そういう流れになりますね。はい、今回はダイナミックムーブメントコントロールの解説を行ってきました。大事なのはやっぱり大きく動かすこと、そしてそれを移動の中でコントロールができること。そのコントロールは自分の手足をコントロールすることもそうだし、反応に対して自分の体を思い通りに動かす、もしくは手と足のバランスですね、タイミングがずれないようにするためのコントロールであって、非常に自分の体を動かすこと、パフォーマンスという位置づけに特化をしたトレーニングだと考えています。いつもウォーミングアップの中で行っているんですけれども、トレーニングとしてもレベルの高いトレーニングだと考えています。動きのトレーニングの代表と言ってもいいですね。それがダイナミックムーブメントコントロールになります。ぜひ動画を見ながら皆さんもウォーミングアップの中で入れてほしいなと思って、今回この内容を紹介して実際の動きを見てもらいながら解説をちょこっとだけしてみました。ぜひ試してみてください。はい、今回の動画以上になります。スポーツ部入部届、まだまだお待ちしてます。入部届はチャンネル登録で